はい、皆さんこんにちは、ワネルゲルビジです。では今回は大戦略パーフェクト 4.0 現代兵器で第二次世界大戦続きをやっていきたいと思います。前回までにですね、香港周辺の制海権制空権の確保とフィリピンマニラアメリカ軍の拠点ですね、ここの包囲を進めつつあるというところまで、プレイをしてきました。今回はその続きになります。でまずはですね、香港を制圧して、収入源を、ね、増やしていきたいというふうに思います。早速プレイしていきましょう。香港を占領、一回じゃ占領しきれないんだよね、香港になるとね。なので地上軍をね、大規模に導入していきます。海軍基地、空軍基地、陸軍基地、この辺りもね、すべて占領していきます。大規模な地上軍をね、導入していくという流れになりますね。これで海軍基地は占領が完了ですね。我々のものになった。あとはですね、中国、ここもね、占領を進めていきたいと思いますので、地上軍を送り込んでいきましょう。ちょっと徒歩で進軍させるっていうのもね、今時微妙な感じがするので、できればそれこそオースプレイなんかをね、投入していきたいなというところなんですけどね。でさらにバンコク方面とシンガポールのね、攻略もやっていきたいなとは思いますので、そのあたりもね、しっかりいい確認をしながら進めていきましょう。歩兵をだからやっぱりこの先はある程度数をね、用意して占領作戦に向けて駒として使っていく必要があるかなというところでしょうかね。中国地方地方じゃない、中国の方にも部隊を送り込まなきゃいけないし、あとは問題のフィリピンだね。敵地上軍も出ているので、これを一掃していくっていうところからですかね。なので今後の進軍ルートは、香港を制圧したら、香港を制圧した部隊で、マニラに上陸、フィリピンに上陸ですね。さらにサイゴンで、歩兵部隊を作ってシンガポールへ進軍で、今サイゴンから出たばかりの歩兵軍は中国、ここをね、制圧しに行くというところで進んでいければいいかなと思います。では時間を進めていきます。はい、では生産フェーズに入ります。生産の方は、先ほどお話した通りですね、歩兵、これの数をある程度作っておいて、そこから一気に制圧をね、進めていきたいと思ってます。では、サイゴンの陸軍基地、ここで。金がないな。金がないので、ここは、歩兵を生産しましょう。で、上海でも同じく、歩兵ですね。歩兵を作っておいて、これを運搬するためのオスプレイを、空軍基地で作れない。オスプレイが、作れない。ちょっと今回は金ためフェーズだな。なので陸軍のね、歩兵部隊を
作っておいて、敵の都市を確実に占拠して収入を増やしていきましょうっていう話をしてると、なんか今アメリカ軍が弾道ミサイルをぶっ放しましたね、ロシアに向けて。そしたらですね、再び、香港の制圧続きをやっていきましょう。これで香港のね、空軍基地の占領が完了です。海軍基地の占領も終わってますし、香港自体の占領も完了してますね。あとは陸軍の基地をじゃあ占領していきます。これで香港が完全に陥落ですね。そしたら、香港からね、今度はバンコク、シンガポールへと向けて地上軍動かしていきましょう。この香港も一大収入源かつ軍事拠点にすることができましたね。で、こっからは、そうか、軍を進めていく上では、ちょっとでも早く中国をね、ロシアよりダッシュする必要があるので、中国地方への進出を最優先にしますか。でバンコクとかね、この辺りも欲しいは欲しいので、バンコクに向けても運を着々と進めていきます。化とかできたりすると、多分操作面がだいぶ楽になるんじゃないかなという気はするんですけどね。歩兵をここから全部手動で動かしていくのはちょっと面倒なので任せちゃいましょう。で、他北京から出ている軍ですね、これも特殊部隊がいるので、砂漠を徒歩で歩いてもらおう。占領できればね、いいんですけどね、この辺りもね。残念ながら占領はできない仕様になってますからね、歩兵以外は。じゃあこの辺りは一通りいいですかね。他の戦線見ておきます。まずはシンガポールの方ですが、制海権、制空権ほぼ手中に収めつつありものの、依然まだイギリス軍の潜水艦が展開してますね。アスチュード、バンガード、この辺りだ。でさらに注意しなきゃいけないのがフィリピンだな。フィリピンがなかなか陥落しそうな気配がないね。
周りは囲んでるんですが、どうだろう、地上軍を送り込む準備をした方が良さそうですね。ここは手動で操作していきましょうか。ヘリオスプレイがさっき作れなかったので、次のターンでオスプレイを用意して一気に地上軍をフィリピンへ輸送していきましょう。では時間を進めていきます。では生産はですね、空軍の基地を使ってオスプレイですね、これを作っておきましょう。オスプレイが1個しか使えないとなるとブラックホークだな。オスプレイとブラックホークを使って、陸軍をねフィリピンに上陸させるための準備を始めていきます。イギリス軍アメリカ軍をね、どんどんと追い込んでいきたいんで、ここはこの勢いのまま、まずはフィリピンをね、陥落させておきたいと思います。はい、では、ターンが進みますね。ドイツ軍がですね、ソ連と日本の支援を受けてイギリスのコロンボ、ここの攻略に向けてだいぶ前進しているので、我々もいち早くシンガポールを陥落させないとですね、ドイツ軍にイギリス領を横取りされてしまうので、少しここはスピードを速めて頑張っていこうかなと思います。じゃあまずはバンコク、ここのね、攻略を進めていきます。陸軍をバンコクへ占領だ。まあタイはね、対戦中も、まあ、味方というか中立というか、まあ、そういう姿勢を貫いてくれた今でも親日の国ですからね。もちろん僕も大好きな国でよく行っているという話は何度もしてますが、陸軍の基地と港も制圧しよう。スプレーに人を乗せて、でオスプレイを一気に敵基地近くまで移動させちゃいましょう。で続いて中国方面の指揮ですね。本命を取りたいので、オスプレイを一旦移動させて、オスプレイから降ろせるかというと、降ろせないんだよね、地面じゃないからね。地面じゃないというか道路がないんでね、ここがちょっと不便なところではありますよね。陸軍の基地の占領を進めます。
あとはクーテイエとかも連れて行って一気にね、マニラ上空で降下するっていうのもありだよな。ていうかむしろそっちの方が現実的な作戦な気がしますね。次の生産では空挺兵を少し作ってみますか。さあ敵のシンガポールのね拠点の制圧、ここも進めていきます。では時間を進めていきましょうか。あ、おお、その前に上海で作ったオースプレイ、上海じゃないよな、どこだっけ、サイゴンでも、いや上海だ、上海でオースプレイを作ったはず。どこに行ったそのオースプレイ。ちょっとオースプレイの位置を確認していきます。では生産フェーズはですね、先ほどお話した空挺兵ですね、これを少し作っておこうかなと思います、まあ、お金がないので空挺兵も作れるのが一部隊のみ、微妙な感じですけど、これで空挺兵を作っていきますというところでですね、じゃあ今回ここまでにさせていただいて、香港を取りましたので、続いてバンコク、ここの占領も進めていますし、シンガポールへも進軍中で、さらに中国ですね、ここもロシア、ソ連に先んじて占領していきたいと思っています。さらにイギリスが陥落寸前なので、これをね、ドイツを支援する形で陥落させたら、今ジャカルタ方面に空軍が展開中なので、これでオランダを駆逐、さらにガダルカナル、ラバール、この辺りにね拠点を築ければいいかなというふうに思っています。では今回はここまでにさせていただきたいと思います。はい、最後までご視聴ありがとうございました。内容いかがでしたでしょうか。ぜひ、皆さんの感想やあとアドバイスですねいただければ嬉しいなと思います。それとチャンネル登録とツイッターのフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。